おはようございます。5月18日でございます。もうねお昼なんだけど、すいません寝坊しました。昨日ね皆さんから、いいねをいただいた数だけ、腕立て腹筋っていうのがあってですね、久しぶりに腹筋をしたんですけれども、疲れ果ててしまいましてその後そのまま寝るという、暴挙に出てしまいまして、もうしかもね雨降るんで、まあ、今降ってるんですけど、まあ、寒くなるだろうなと思ってたんですが、調子に乗ってクーラーをつけたまま寝てしまいまして、ちょっと鼻声でございますというわけでスラップスティックめっちゃ短い版、寝坊バージョンお届けします。goodair.com インターネットラジオ goodair.com プレゼンツ九州トークバラエティ DJ 健太郎中村フリーレディオタイムスラップスティック。さて本日は5月の18日木曜日でございます。まあG7 までねあと2日っていうことで、日本いろいろと慌ただしくなっておりますけども、僕の方はですねこうやって雨降って気温が下がってきたということで、そろそろ夏モードに切り替えていこうっていうことで、ストーブをねとにかく今全部灯油が残ってる分使い果たして、一旦空炊きをしてですね、片付けてしまおうっていう、こっちの方が忙しいとそんな感じになっておりますが、さて嫁さんと久しぶりにねモンジローがあったところに行ってみようっていうことで出かけて行ったんですけど、これは熊本県八代市天ヶ谷町の、まあ、セブンイレブンの向かい側、以前はモンジローというねお店があったところです。そこね久しぶりに行ってみたらさ、なんとお店ができていまして、そのお店っていうのが、はい、こちら、吉永チクサーさんができてるの。前から焼肉屋さんでは、肉屋さんではあったんですけども、吉永チクサーさんができてまして、まあ、入り口のもちろんね、こちら、熊本チャイニーズの方でも、まあ、嫁さんいきなり芋飴買ってましたが、中に入ると、ほら、こんなにいっぱい安いお肉がずらりと並んでいる。しかもさ、品質がいいんですよ、とにかく。とにかくね新鮮で美味しいものがたくさん並んでいまして、そのまますぐ焼けばいけるものもたくさんあれば、バーベキューにもってこいのものもたくさんあってですね、もう本当にやばい、今夜は焼肉パーティーかっていう気分になるようなお店でございました。でね、なんか中に貼ってあるこのメス牛メス豚だけを使ってますが、なんかいい感じのこだわり感を出していまして、特に気になったのがホルモンが安い。うちの奥さんホルモン大好きなんですけども、ホルモンがすんげー安くて美味しそうだったの。しかもねもうほんと焼肉屋さん出てくるような超上質なものばかりが、並んでおりまして、その他には野菜とか、そしてですね、特売品なんかも置いてありました。今回はちくわかな。そんな中で特に僕が気になったのはやっぱりこちら、このでかいチキンカツ、でかい、もう両手でね入りきらないぐらいの大きさなんですが、そしてもう一つはねこちらのね、なんかいろいろ売ってある中で気になったのはこの天草よかぶたってのがあって、僕らが大好き雲仙ハムより美味しいのかどうか試してみたくなり、はい、こちらが僕が購入した商品ということでございました。お昼に食べてみたんですけどね、やっぱでかすぎるわこれ本当に飲んだけでかいんっていうぐらいねでかかったんで、ぜひ皆さん一度お試しいただきたいと思います。ちなみに以前唐揚げ食べ放題でご紹介した裏にあるモンジローという焼肉屋さんですけれども、こちらはですね6月の中旬頃焼肉屋としてオープンするそうです。ぜひお楽しみに。はい、というわけで前回のね、放送で、いただいたいいねの数7個に、今回はサイコロを出してですね、サイコロの分だけかけるということで、かける3、3721回だけ、腹筋をさせていただきましたので、その動画を見ながらのお別れでございます。ということで昨日いただいているコメント、チャンノンさんから、今日も暑くなりそうです、また5月なのに、実家の母によく飲ませられました、下痢して良い思い出はありません、お気をつけてと、これ多分ですねあれです、あのドクダミ茶の話題だと思うんですけども、ドクダミ茶はねわりかし他のお茶と一緒に飲む方が良いそうでございます。あとねやっぱ乾きがしっかりしてないと、チャンノさんが言うみたいになんかお腹壊したりとかするらしくて、一応ね今日から雨なので家の中に干し直したんですけど、まだちょっと葉っぱがウエットな感じなので、もう数日干して、まあ、あるいは晴れになってからね、あと1日くらい干してから、飲んでみようかと思います。また飲むやつも動画にしようと思うんで、チャンノさんありがとうございました。ソノダ君、せっかくに、はい元気です、フリフリうどん
パプリカ入っとるやんあかんと食い切らんとパプリカ俺好きだってんね、食レポも原価安いのが伝わってきたぜ、中で食べた方がよかっまあそういう人もいますよね。ありがとうございます。ありがとうございます。それから、ふみやとさんからありがとうございます。会議お疲れ様でした。あ、そうそう。昨日ね、八代市の、妙見祭というね、お祭りの広報部会の方に呼んでいただいて会議に行ってきましたって話をしてたんですけど、頼りにしとるけんね、えのきだも来てくれて助かる言うてたって、カッパ FM のえのきだくん、そんなこと言ってくれたの。ありがとうございます。もう本当に役に立つかわかんないですけどね。まあなかなか小忙しくは、しておりますので、実はもう来月から、あれなんですよ、地元の中学校のね、方で未来塾という、まあ、塾の先生が学校に行って学校で授業するっていうのがもう始まるので、6月からなかなかまた忙しさが増してくるんですけれども、ありがとうございます。その中で、まあ、できる限り、妙見さんについてもねご協力をしていきたいなというふうに思っております。というわけで中村健太郎がお届けしましたスラップスティック寝坊版でございました。短くてすいませんいろいろと準備しといたものをねこうやって出せないっていうのも良くないんですが、まあまあ毎日やるというのが一応目標で、朝から一応更新される予定でございます。寝坊する時もありますのでご勘弁いただきたいと思います。一応目標はね朝7時に公開されるっていうので、まあ、皆さんが仕事に行く前とか学校に行く前に見れるような動画にどうにかしていこうというふうに思ってますんで、まあ、仕事が終わって基本的に夜1時2時3時までには撮り終わって、公開予約をしとくみたいな形で出していこうかと思います。もちろん慣れてきたらね、まあ、目標では6月からなんですけど生放送も交えながらの、スラップスティックにまた戻していこうかなというふうに思っております。生放送ね、やっぱ夜やんないとなかなか人来ないっていうのはあるんですけれど、夜がね、仕事が何年に終わるか僕もわからないっていう一応塾は11時までには終わるんですけど、まあ、中にはどうしてもねうちできるまでやるっていうのが前提なので、まあ残ってもらったりとか、あるいは子ども自身から質問があるからこう残って質問したいとか、で、お休みの子がいたりとかしたらね、その11時から、休んだ子のために一人で授業をして録画をするとかね、まあ、どうしても苦手な部分がある子がいるとそこの部分を録画して動画にしてその子に送るとか、まあ、あと不登校の子と関わってるのも何件かあるので、まあ、その子たちから質問が来たらそれを返すとか、いやーまあまあ忙しいので、まあ、昨日みたいに腕立て腹筋たかが21回するだけで、疲れ果ててですね、寝てしまうということがないように気をつけたいと思います。はい、というわけでお相手は中村健太郎でした。スラップスティックはお付き合いありがとうございました。以上です。後席 Thank you for your listening goodair.com。九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオグッドエアでは現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとかそんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきましてメッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。